中古車販売大手ビッグモーターによる保険金の不正請求問題で国土交通省が行政処分を予定する34店舗の整備工場のうち車の安全性などに関わるため再点検が必要な車検での違反が19工場で計約1900件確認されたことが分かった国交省は処分の実施に合わせ速やかに車の使用者らに連絡して検査を行うよう 同社側を指導する各工場の監査を実施した全国の地方運輸局に車検に関する不正の内容を取材した結果速度計の誤差の確認を怠ったりディーゼル車の排ガス検査を目視で済ませたりといった検査の一部未実施が最も多く1096件に上った。 それ以外に、内容が誤った作業指示書を使い続けたことなどによる点検整備の一部未実施が819件あったほか、タイヤなどを不正改造した車に保安基準適合証を交付して車検を通したケースや、検査員が基準に適合しないと分かっていながら車検を通した事例も複数確認された。 こうした車検での違反は19工場で計1935件見つかったいずれも車体部品の状態を改めてチェックする確認検査が必要で国交省は34店舗への処分に合わせ無料で検査をするよう同社側を指導する 一部の地方運輸局は確認検査を急ぐ必要があるとして既に同社側に連絡した同社は読売新聞の取材に対し確認検査に加え板金塗装や整備の問題があった車の使用者についても順次連絡を取り始めたことを明らかにし引き続き全社を挙げて信頼回復に努めたいとした 対象の総数は明かしていないな国交省は7月下旬に34店舗への一斉立ち入り検査を行うなど監査を実施今月13日に道路運送車両法に基づき34店舗の工場すべてを整備事業の停止そのうち12工場を民間車検場の指定取り消しなどとする行政処分案を公表した 20日に全国の8地方運輸局で処分案への意見などを聞く聴聞の手続きを実施したが同社側は意見はないとしていずれも欠席した処分は早ければ来週中に確定する以下はネチズンのコメントをまとめたものです車検不正についてはネクステージでもやってそう過去に自主調査の結果として車検不正はないとしているが 従業員からのリークによって保険に関する書類捏造なども明らかになっているし口コミでも車検を受けたのに不具合がすぐ出たなどの書き込みがある自主調査ほど信用できないものはないビッグモーターだけでなくすでに不正が見つかったネクステージについても国による調査をやってほしい不正が公表された店舗前を通勤で通りますが 今も車検や点検で入庫していると思う車が工場で整備されています持ち込み引き取りで来る人も時々見ますがそこでなければダメな理由があるのでしょうかこういう時だからちゃんとやってくれると思うかもしれませんが普通の感覚ならそこにお願いしようとは思いません国交省の動きが後手後手に回り矛盾する話ばかり 指定公を取り消し案を実施すれば自社検査員がみなし公務員として公の場に立てなくなる誰が検査し合否を判断するのか一方では余計なお世話と思っているユーザーもいると明かしているようなものつまりユーザー BM 双方がはみ出しタイヤ等不適合と分かっていて車検を通し金銭をもらっていたことを明らかにされたわけですから適合するタイヤセットを用意しなければならない物理的に持ち込みたくないユーザーから一日でも不安で不安で仕方ないユーザー BM への不信感を募らせているユーザー思惑が錯綜する中でスムーズにいくとは思わない